長さを出していきます。使っていくジェルはこちらの、今回出したい長さが、結構長めを出していきたいと思いますので、5ミリ以上の長さを出したい場合は、ハードジェルという硬いジェルを使っていただいた方がいいので、今回はハードジェルを使っていきます。でまず筆がこちらもベースを塗るときと同じ平筆を使っていきます。でジェルの取る量ですが、これも出したい長さによって取る量が変わってきますが、結構、筆に対してこんもりこれくらいの量を筆に取ってしまいます。で今回は、出したい長さがまず、ネイルダンスというフォームを使っていますので、このメモリが、ダンスとあるんですけれども、見えますでしょうか。 ANCE というアルファベットが見えますが、今回はこのちょうどいい N、 ここのメモリぐらいまで長さを足していきたいなと思いますので、 N まで長さを出していきます。で先ほど筆に取っていただいたジェルをまず出したい長さのところが N になりますので、 N のところにジェルを置いてしまいます。でジェルは基本的にもうどん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 垂れていってしまうので、素早く操作していく必要がありますが、まず出したい長さのところにジェルをポンと置いたら、ここからサイドのラインに向かってこうジェルをこうくる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 という感じでサイドのラインにつながるようにくるくるくると動かします。で反対側も同様にくる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 というような感じでサイドのラインにつながるように乗せます。でこの状態にして、もう一度ジェルを少し少量取っていただいて、今度はプレートのちょっと手前らへんに置いていただいて、ベースを塗るときと同じような感覚でキューティクルに向かって下に伸ばす。で横のラインも同じようにキューティクルに向かって下に伸ばすというように、先ほど足したジェルと自然にこうつながるようにしていきます。でどん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 やっぱジェルが垂れていってしまうので、もうドロドロに垂れてしまわないように素早く筆を動かして操作していくんですが、その時のコツとしてはやっぱりここのサイドのラインがしっかりとまっすぐになってないといけないので、ここの部分にはしっかりとジェルが垂れてしまっても後で削ればいいので、ここの角をしっかり取ってください。反対側も同じです。ここの角が取っていないと基本的にジェルが折れやすくなってしまうので、ここはしっかりと取ってください。でどんどん本当に垂れていってしまうので、ここに段差ができないようにしっかりと厚みを持ってこのままライトに入れます。このように硬化させます。でこの時に横から見ていただいて、今このクリアに見えるここの部分が出した長さになりますので、ここがやはり薄すぎてしまうと結果折れやすくなってしまうので、ある程度の厚みが出るようにしっかりと作っていただきたいんですが、これくらいのジェルが乗っていれば大丈夫です。でここのサイドのところもしっかりジェルが足されているかを確認してください。もし足りていなければ、ここからもう一度ジェルを取っていただいて、もう一度重ねて硬化するというような感じで足していただければ大丈夫です。では他の指も足していきます。
このように先ほど言っていたここの境目のところにこのように段差ができてしまった時、これだと本当にやっぱりジェルが薄すぎてしまうので、やっぱ折れの原因になりますので、ここで段差ができてしまっていると、よいしょ、ダメなので、もう一度ジェルを上から足して段差をなくしていきます。このような感じで段差をなくして、でもう一度硬化させます。最後にもう一度親指の長さ出しでジェルを出します。本当にジェルはどんどんゆっくりやればやるほどジェルが垂れていってしまうので、素早くやるのがコツなんですが、出したい部分にジェルを置いてからくる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 と横のラインにつなげます。で、親指はちょっと爪が私特に大きいので、もう一度ジェルを取ることがあります。で、反対側も同様にくる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 と、少ないジェルを、垂れるのが怖いからといって少ないジェルを動かしている方がどん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 垂れていってしまうので、多めに取って、取り除いていくというような感じで動かしていただくといいと思います。はい、次にプレートにキューティクルに向かって下に、キューティクルに向かって下に、キューティクルに向かって下に置きます。で、ジェルとなじませます。ちょっと親指はごめんなさい、長めに作っていきます。爪がやっぱ長く出そうとすればするほどちょっと厚みが必要になりますので、多めにジェルを取るんですが、イコール、流れやすくなるので、一旦あんまり触ってると流れていってしまうので、一旦ここで固定して、硬化させます。やはり先ほど言ったように長く出そうとすればするほど厚みが必要なので、やはりジェルが垂れやすく薄いところができてしまうので、長さを出そうとするときは2回に分けていただくと、ね、大丈夫、厚みがしっかり漏れると思います。まあ、2回目はジェルを足す感覚で、段差がないことを確認して硬化させてください。硬化するとこのような感じです。で、この後にフォームをしっかりと硬化したらフォームを外していきます。
肛門を外すコツとしては、まず、このサイドのところピッピッと外していただいて、ここの筒になっている部分をこう押さえるような感じでピコッと で下に肛門を向けてこう下向きに外すというような感じです。これを上向きにペコって外してしまうと、せっかく出した長さをそのままホームが持っていっちゃうことがあるので、必ずここを押さえてグッと空気を入れて、で下向きに剥がすというような感じでお願いします。入れて下向きに、はい、このような感じで長さが出せました。で、横から見ていただいても段差がないなく、サイドラインをしっかり取っていきたいので、横にちょっとこういう風に垂れて大丈夫なんですが、垂れるような感じでサイドをしっかり取ります。このような感じです。で今この状態で表面に、未硬化ジェルが残っているので、削りに入る前にまたエタノールワイプにエタノールを染み込ませて未硬化ジェルを拭き取ってください。こんな感じです。